このね、なんだろう。いい部分はすごいあるね。ダブルフライト。二段ジャンプか。はい。はいはい。いいね。まあ、ただ、このゲームに関しては、あんまり、二段ジャンプの旨味を感じないというか、壁があればね、なんとでも、なるんですよね。まあまあ、あったらいいっちゃいいけど。あ、すげえすげえすげえ。いいね。で、上に行くわけね。なんだろうね。俺が最後まで気づかなかったってのが悪いんだけど。さっきのあのミニゲーム的なやつね。で、三重詩の世界あったじゃないですか。あそこでもなんか漫画演出で敵をどうにかするみたいなあったんで、もっと早く気づいていればよかったなと思いますけど。お。全然効いてないよね。おい、待って。リンク攻撃、オッケー。これは効いてんのかな。おい。待って。何気にね、HP がやばいんだよ。かっこいい。はい、もうちょい、レベルが足りてないのかな。それはあるかも。まあ、あとサンダーが効かないんでしょうね、こいつには。だけどね、サンダーが一番使いやすいんですよね。うわ、すげえ。猫キャットすげえな。なんか他に技ある？一個変えてみようか、スパークダイブとか。サンダーばっかなんだよ。なんだっけ、ゼログラビ、ガン。ガンなんだっけ、これ。出て使うんだっけ。無重力の空間を作り、周りの敵を浮かせて引き寄せダメージ。確か微妙だった気がする。自分の上空に作って、その、ブラックホールみたいな。だから動けなくなるんだよね。トルネードは？あ、空のみなんだ。ゼログラビ、ラにしてみようか。範囲広くなってるからね、多分。お、怖っ。赤いね。あ、やべ、ま、技が使えない、まだ。ちょっと待って。はい。でも壁蹴りしかないでしょ。今は。ゼログラビーが、なんだら、なんだら、ん？あー、ストップかけられた。最悪だ。早く。OK。回復。うわうわうわ、でっかいの来た。マジか。浮いてもらって。え、浮いたんじゃないの？やばい。やばい、ちょっと待って、逃げよう。危ない危ない味方置いて逃げた。あ、だね、大丈夫。ゼログラビラで浮かしてだよね。サンダラ、あ、浮いてないんだけど。なんで浮かないんだよ。なんで、技がない。で、ロックしたらね、なんかすげえことになるから、ロックなしでいくわ。1対1なら、ロックとかするべきなんだろうけど。間違えた。なんかすぐ浮かなくなっちゃう。あ、いや、攻撃すると落ちちゃうんだ。OK。さあ。なもん。で、ギミックをちょっと見ていこうか。まあ、見るからにこの赤い、これがあれでしょうね。うわ、撃ってくるんだ。え、これ一個ずつ、ん、あー、そういうこと。あ、壁ジャンプができない。邪魔してくるから、
それをうまく回避しながら上に行けっていうことでしょう。はい。お。で、ここが中継地点的な。で、ゴール的な。ゴールではないか。よし。ダークスプライサー。かっこいい。これは何だろう。シャドウブレイカーのちょっと違う版かな。敵をストップ状態にしたとワープしながら連続攻撃。あー、いいんじゃない？じゃあ、スパークダイブ外して、どうしようか。シャドウブレイカーをゼログラビーランにしようか。ちょっとね、直接こうやって周りを巻き込んでいこう。はい。で、危ない。どこ行くんだ？ちょっと待って。ゴールがここだと思ったから。で、道もう一個あったよね。こっち行こうか。はいはい。こっちにあったじゃないですか。こっち行こう。ダークスプライサー、どうなんだ。どうなんだろうね。うわうわ、ちょ待って、めっちゃ待ち構えてんだけど、ビビった。来た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 、落ちた。待って、はい。で、今でしょ、ダークスプライサー。まあまあ、タイマン用だね、本当にこれは。お、なかなか集団戦では使ってみたい。行きにくい技かなとは思いますけども。あら。ゼログラビーが。浮いた？浮いてない。さあ、そろそろドロップゲージが危ないね。はい。レインボーウィンド。で、で、ここでしょ。スカることもあるんだ。微妙だね、スカ、一切ダメージ入ってなかった、今。何それ。ちょっと扱いが難しいね。で、多分ね、ボス戦も使えないわ、あれ。ボス止まんないだろうしね。ちょっと外すわ。ねえ、難しいね。シャドウブレーカーにして、あとはファイアウィンドか。はい。これで行こう。やばい。ちょっとマジでゲージがやばいな。一旦変えとこうか。はい。戻ってきた。で、ちょっとね、ドロップしたら話が進んじゃったんですよね、空の方で。なんで、ちょっと、それは別の、後の動画に回そうかと思うんで、まあ、まずはこの陸編をね、進めていこうかと思います。はい。ね、この後セーブポイントとか出たらすげえなんか、それはそれでモヤモヤしそうですけどもね。ちょっとね、セーブポイント少ないな。おそらく。見つけらんないだけかもしれないけど。はい、まず壊すじゃん。OK。なかなかね、ドロップタイミングが、わかんない。で、うわ、めんどくさい。切って、切って OK。はいはい。ただね、雰囲気はめちゃくちゃ好きなんですよね。ディズニーの要素もすごいいいんですけども、FF 俺すごい好きなのかもしれない。やってて気づいたら、この感じがすごいやっぱ好きっすね。FF やろうかな。やったことないってわけじゃないんだけど、ちょっとね、FF がすごいやりたくなりましたね。
何の話だよっつって。敵がいないね。そろそろね、サンダガが欲しいんだよね。オッケー。ゼログラビラ、サンダラ。サンダガが出ればね、多分だいぶ、なんだこいつ。シャドーブレイカー。サンダガが出ればね、だいぶ違うと思うんだ。あらあらあら。あらあら。OKOK。落ちてた。抜かして。はい。全然、あ、今いけるね。こういうことでしょ？一発だ。はいはい。ピンクのマーカーになれば、できるんですよね。なんだろうね、弱点属性でもなんかひたすらやればいいのかな。はい、浮かない、当たらない。どこだ。はい、シャドーブレイカー、ファイヤーウィンド、当たんない。もうやりにくいな。はい、あとはいない？あ、倒した。オッケー。で、階段が繋がってるように見えて、なんか全然繋がってないね。あ、あそこ多分あるでしょ、なんか。ないわ。あ、でも上に。はい、最高。なんか、あの上にさ、隙間あったからなんかあるでしょと思ったら何もなかった。はい。で、ちょっと待って、下にもさ、なんか、あー、もうこれね。もうやめてほしいな。こっち？ん？なんかぐちゃぐちゃでよくわかんなくなってきたな。順路は合ってんのか？はいはい。で、こっちね。で、またなんか、ビットがいるから、痛い。あ、倒してくれた。さすがだね、味方。あ、そろそろさ、多分ポイント溜まってんだよね。お、失敗した。失敗した。やばい。ね、これが失敗です。3回のうちに、これ。おい。まだこれっす。ああ、はい。行こうか。ほんとセーブポイントねえなと思って。なんか、え、セーブってさ、もっと気軽にできるもんじゃなかったかなと思ったんですけど、ないんで、どうしようって思って。で、もしかしたら、自由にできるのかなって今思ったんですけど、んなことはなかったですね。待って。お。つかめるまで。OK。あ、いけんじゃない今。ダメ？今じゃないんだ。今こそさ、ダウンしてるでしょと思ったんだけど。やめて。オッケー。つかめるまで、あ、今の味方だ、俺の。味方の攻撃だ。ダッシュして、あ、どっか行っちゃう。そうなんだよね。ロックが、うわうわうわ。ちょ、やめてほしいな。本当に。本当にゲブ入っちゃうから、俺。はい。OK。で、はい。多分みんな下に落ちてんだよね。入って。もう。やばい。行ってたらね、やられるからね、本当にすぐ。なんで敵こんないんの？すげえいいじゃん。ガードとか。ガードとか。OK。チェックんだけど。いいかな。お。痛いな、本当に。お前ら。ほら。OK。
どこまで倒す？一応全部倒すか、頑張って。いて、OK、下に行ったね、もういいや、あれ。あ、帰ってきた。いや、先に行こう。で、ん？やばい、ほんとどこにいんだ俺今。分かんなくなってきた。どっから来たっけ、そもそも。上に登ってきたんだよね。ん？で、多分あっちにルートができたんじゃなかった？だよね。はいはいはい。なんだら、OK。OK。で、お、お、おお、はい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 、すごいな。工場違うか。あ、ようやくここでセーブポイントだね。なかなかセーブさせてくれ。あ、ちょっと待って、なんか後ろのルートもなんか変わってる。なんだこれ。あー、敵が復活するんだ。はい、倒した。またドロップゲージなくなってきてんな。だいぶねセーブポイントがないんで、多分ね尺的に動画が、たまにね中途半端なとこで切れてたりはすると思うんですけど、まあすいませんということで次回も陸で、このまま行きましょうか。はい、ということで以上です。ありがとうございました。